次のニュースです。最近、女子高生グループによる男性を狙った暴行事件が頻発しています。警察は男性の夜道の一人歩きは控えるように促す異例の通達を各警察署に行いました。まあ、結婚したの？結婚してない。聞いたな。給料安すぎる。手取り13万ですよ。私が人妻だったらよかった。お前頭おかしいんじゃないの？この人今頃どうしてんのかな。それあれだろ、殺されてったろ。めっちゃかっこいいじゃん。超怖いんだけど。え、行方不明の人書いてた。社会的なメッセージとか。なんでキャバで働いてるの。別になんとなく私超人に飢えてっから。はるこ、あずみはるこ、はるちゃん、あずみはるこ、あずみさん、あずみはるこは終了だな。器物損壊で3年以下の懲役。待って、どこ行くの？私は生きてる。